7年後で待ってる。前回の追加のプレイしていきましょう。チャプター4からやっていきましょうか。葵が死んだことを聞かされたところからですね。悪い、忘れてくれ。忘れられるわけないだろ、お前。言った責任は取れ。なあ、明日も病院には来るのか？そのつもり、だけど。そうか。なら最初に会った場所で待ってるよ。いいだろう。わかった。ああ。じゃあまた明日。いや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 。むちゃくちゃ言ってくれんな、あいつ。はぁ、あ。寝よう。そら、虚脱感。なぁ。次の日。すごい。なんか、キャリーバッグすごいな。父親に全然会ってないんだけど。今日こそ、家には行かないと。昨日、一昨日はすいませんでしたって言わないといけないか。なんで空き地って塀で囲ってるんだろう。まあ、入らないようでしょ。てか、ブロック塀では普通囲わないよな。フェンスとか。水曜日か。わかる。わかるけど、水曜日くらいになるとちょっと元気が出てくる。あ、もう半分いったなって。あ、でもまだ半分あるのか、だよね。あの、病気とかじゃないんですけど、先生に会えませんか？ああ、この前の。ごめんな。今は診察時間だからさ。先生には伝えておくから、診察時間が終わるまで待っててくれるかな。そうですよね。すいません。また来ます。そうか。診察がやってない時間の方が良かったのか。まあ、そらそうだもん。ていうか人いたな。そろそろ病院でリクは待ってるかな。待って。でもこのままリクに会っても。ちょっと待って。このままってどういうこと？なんか聞ける？昨日一日寝てたら治ってきたよ。じゃあ来るなよ、ここに。なんで来たんだよ。何？土産買っていくってこと？よし、すいません。あった。これだ。いや、遅かったな。リック、これ。なんだこれ？レシート？チャーハン食べてきた。なんだお前、朝飯食ってきてるのかよ。そんなに腹減ってたのか？リック、チャーハン美味しかった。おう、どうしたんだ？でもコンビニだし、普通のやつだったよ。次は一緒に食べに行こう。あんがかかってるやつ。ハルト。もしかして、それを言うためだけにチャーハン食ってきたのか？おかしいよ。いいよ。今度一緒に行こう。約束したもんな。うん。ねえ、リク。僕は昔のことはほとんど覚えてない。でも、少しずつ思い出してるんだ。リクのことも。だから。わかったわかった。ハルト、お前はハルトだよ。昨日は変なこと言って悪かった。リク。ところでさ、ハルト、実はお前に手伝ってほしいことがあるんだ。手伝ってほしいこと？場所変えるか。まあいいけど。手伝ってほしいことってなんだ？昨日言ってただろ？ 7 年前のこと。うん。事故があったって。そう、それからだ。7年前この病院にいた人たちのほとんどがいなくなっている。そういえば、確かに昔を知っている人が全然見つからなかった。でもそれがどうかしたの？一応理由はわかってるんだ。7年前の事故の後、この病院は地域の先進医療実施機関に指定され生まれ変わった。そして優秀な人材を集めた結果、昔からの従業員はみんないなくなってしまったらしい。じゃあ、優秀じゃない人の寄せ集めだったんだね、ここ。でもな、カケルがいるフロアの担当の主治医だけは例外なんだ。ずっと変わってない。ハルト、どうしてだと思う？難しい病気だからとか？ああ、俺も最初はそう思ってた。でもな、半年前のある日、あそこに新人の研修医が来たんだ。新谷先生って言ってな、とても優しくて熱心な人だったよ。少し仲良くなったりしてさ。
研修がきついとか、朝礼が気持ち悪いとか、よく、朝礼が気持ち悪いってどういうこと？よく愚痴ってたよ。そんな風にして2ヶ月ほど経った頃だった。夜中俺はたまたま聞いたんだ。新谷先生がかけるの主治医に詰め寄って声を荒げてるの。なぜ患者を見殺しにするんですか？あの部屋の資料を見せてください。どうして自分には隠すんです？新谷先生はそんなことを言っていた。そして次の日、新谷先生は病院から消えた。なはると、かけるの主治医だけがこの病院に残っている理由、何かあると思わないか？確かに、その人が言っていたことは気になるし、次の日からいなくなったのも偶然とは思えない。でもそういうことは親とか、もっと年上の人に言ってみた方がいいんじゃ。言ったよ。かけるを捨てた親にも、大学の先生にも頼りになりそうな知り合いにはみんな言ってみた。でも誰にも何もしてくれなかったよ。まあこの病院を経営している時津グループってかなりでかいらしいからな。そこら辺のファミレスに文句つけるのとは違うんだろうけどさ。リク、疑うわけじゃないけどさ。新谷先生が言っていた見殺しにするって、別にかけるのことじゃなかったんじゃん。いや、確かにかけるの話だった。難しくて何言ってるかわからないところもあったけどな。かけるたち、LMD の患者は見殺しにされてる。そういう内容だったよ。間違いない。そう。それにな、これで終わりじゃないんだよ。ん？俺はその後、なんとか新谷先生を探し出して、話を聞くことに成功したんだ。それなら、久しぶりに会った新谷先生は、俺に向かってこう言ったよ。君は一体誰だ？記憶を消されてる？うつろの道。うん。このチャプターどれぐらいあるんだろう。でもあれだもんね、もう31日だもんね。最初は冗談かと思ったけどな。ごめん、君が誰かわからない、記憶はないんだったってよ。この病院での研修が厳しすぎたせいでストレス性の記憶障害にやられたらしい。ここにいた頃2ヶ月間、すっぽり記憶にないんだってよ。なあ、そんな偶然あると思うか？確かに、それが偶然だとは。だろ？それに聞いてくれよ。俺がこの半年間調べてみたら、他にもおかしなところがいくつかあったんだ。まずは。リクはこれまでに調べた病院の怪しい点を、いくつか説明してくれた。けれど、怪しいというだけで何か証拠があるわけではなかった。つまりリクはこう思ってるってこと？ LMD は本当は治る病気で、かけるも元気になるって。ああ、絶対ってわけじゃないが、その可能性はあると思ってる。LMD は不治の病。でもそれは嘘、か。ハルト、7年前お前たちを一番近くで見ていた俺だからわかるんだ。この病院はおかしい。絶対におかしい。言葉にはできないけどさ、感じるんだよ。何かあるって。何かか。わかった。信じるよ、リクのこと。ハルト、ありがとう。それで確か手伝ってほしいことがあるって話だったよね。で、何を手伝えばいいの？ああ、それはな。何、結構やばいことだったり。大丈夫。バレたら逮捕されるかもってぐらいだから。ああ、やっぱりやめとこうかな。マジで言ってる？ごめん。ごめん、嘘。でもさ、リクって行動力あるよね。新谷先生探し出したり、その前も大学の先生だったっけ？そういう人に相談したりさ。新谷先生は名前知ってたからな。時津グループの病院や施設に片っ端から電話したんだ。ま、確かに結構大変だったな。大学の方は、ゼミの先生に相談しただけ、だけどな。ゼミ？ああ、大学で所属する、まあ、学校のクラスみたいなもんかな。え、リクって大学生、ってか年上？は？今さら何言ってんだよ。お前の二つ上だろ？え、そうだったの？全然知らなかった。なんかショック。いや、見た目でわかるだろ。ちょっと老け顔の高校生だなとは思ってたけど、お前、だいぶ昔の感じに戻ってきたな。リク、敬語使おうか？いいよ、気持ち悪い。っていうか、
なんで年齢も忘れてるのにチャーハンのことは覚えてんだよ。あんかけチャーハンね。はぁ、あ、まあいっか。ハルト、これからやることがうまくいったら、俺が覚えてるお前の話全部教えてやるよ。ただきっとお前の両親がわざと黙っていることもあるだろうから。それはリク、なんだよ。何かやる前にそう言うと失敗するんだよ。うるさい。それでさ、その昨日言ってた女の子の話、葵の話って。ああ、葵が亡くなったっていうのは本当だ。俺はその頃いなかったから詳しいことは知らないけどな。後でカケルに聞いてみるといい。そっか、葵ももしかしたら。あ、いや、なんでもない。ハルト、過去に戻ってやり直すことはできないけどさ、なんていうかその、ん？だからさ、つまりその、あれだ、 LMD 患者を見殺しにして得をしている奴らがいるかもしれないんだ。懲らしめてやろうぜ。約束の女の子、やっぱり葵だったのかな。聞いてねえこいつ話。だとしたらあの約束はもう。ハルト、え、あー、うん、よし、じゃあ行くぞ。うん、ってどこへ。ハルト、この先に扉があるだろ。なあ、電子ロックされてない？あれかな。そうだ、あの扉の先は地下1階へ続く階段なんだけど、その地下にある部屋っていうのが新谷先生の言っていた、主治医が見せてくれないっていう秘密の書類が置いてある場所なんだ。なんか入ったことあるみたいな言い方だね。実際入ったことあるんだ、7年前に。俺も、そしてお前もな。昔はあんな鍵はなかった。全然覚えてない。それでさ、ハルトには受付のあのお姉さんを何とか外に連れ出してほしいんだ。あの扉、開けるときバカでかいブザー音が鳴るんだよ。近くに人がいれば一発で侵入がバレて止められる。リク、あの扉開けられるの？ああ、暗証番号は盗撮でゲット、ガードキーも入手済みだ。お前すごいな。ふん、威張ることじゃないぞ。それで俺が無事に入れたら扉をそのまま開けておくから、ハルトも中に入ってきてくれ。扉を閉めるなよ。でもそれだとバレるんじゃ。同じ手は何度も使えないし、生道侵入はいつかバレるぞ。なら二人で入ってさっさと中を調査した方がいいだろう。バレる前提なんだ。監視カメラや扉の開閉ログ、カードキーのすり替え、他にもいろいろ、ま、間違いなくバレるだろう。ハルト、嫌になったか。リクはきっと一人でもやるんだろうな。普通ならこんなこと断るけど、大丈夫。もしリクの勘違いなら病院の人に謝ろう。やるよ。よし、なら準備ができたら教えてくれ。オッケー、行こうか。じゃあ受付の誘導を頼む。オッケー。お姉さん、お姉さん、ピーマン好き？あの人しかいないわけじゃないだろ、ここの病院。バレると思うけどな。うまくいったかな。めっちゃブーって言ってたけど、開いて、開いてる。内側にあるスピーカーが壊されてる、リックから。謝って済むレベルじゃないよ。は、器物破損だよ。リック、スピーカー。ああ、開いてる間ずっと鳴るシステムだったから仕方なく壊した。それ、壊すよりさ、切った方がよかったんじゃ。大丈夫。俺が勝手にやったことだ。お前は知らなかったって言え。リク。それより、急いで LMD についての書類を探すんだ。わかった。ハルトはその棚の、その棚を頼む。こっちだね。あ、これかい？日報と書かれた書類がたくさんある。探しているものは見つからない。くそ、量が多すぎる。検査所見と書かれた書類がたくさんある。探しているものは見つからない。ハルト、急ぐぞ。看護記録と書かれた書類がたくさんある。探しているものは見つからない。ダメだ。全部を見て時間はとてもない。ハルト、こっちに来てくれ。俺はこっちのカルテを探す。ハルト、そこにある手術記録を探してくれ。わかった。手術記録と書かれた書類がたくさんある。もしカケルに関わっているなら最近のはずだ。日付の新しいものから探してくれ。わかった。患者伊藤、違う。高橋、これも違う。
ダメだ、カルテ多すぎる。安中は違う、町田違う、くそ、何かないのか。竹内違う、近藤違う、なんだこの資料は。浅見違う、四ツ谷違う、これは空木春人。僕の名前、これは完全空木春人、手術日7年前の4月1日。やっぱり、これは僕の手術記録。診断、拡張型心筋症。術式、同居性心臓移植。心臓提供者。青いかよ。愛花、青い。マジか。そら死んでるわな。俺、ここ最近でさ、なんで俺こんなに作品内で心臓移植の話を見てるんだろう。428でも、心臓移植だったもんな。あっちで死ぬほど泣いたけどな。おい、ハルト、見てくれ。病院はきっとこれを隠してたんだ。西方病院の違法行為及び LMD に関する報告書。っていう題名の資料なんだが、うん、この被害患者リストの部分にかける名前があるんだ。ハルト、これはなんだ。停電、リク大丈夫。あ、大丈夫。うわ、誰だ。おい、ハルト逃げろ。何を、うわ、リク真っ黒じゃねえか、この病院。くん、ハルトくん、大丈夫かい。少し、いつだこれ、何日だこれ、え、これな、何日これ、戻ってない、え、どうして、本当に大丈夫。今日は何曜日か分かる。ここは先生の診察室。え、これ何、何死に戻りってこと、死に戻りじゃないか。ループものってこと。そうだ、リクは、それに。ハルト君、落ち着いて。僕の言ってることはわかる。はい、ちゃんと聞こえてます。今日は水曜日ですよね。でもそんなことより。ちょっと待って、何を言ってるんだい。今日は月曜日。3月29日の月曜日だよ。え、面白くなってきやがった。それを繰り返して真実に近づいていくのか。面白え。面白えじゃねえか。はい。ということで、ここで一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。